放送席、放送席、そしてバファローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはもちろんこの人、見事なグランドスラムセレーニョ選手です。ナイスバッティングでした。ありがとう。連続のお立ち台ですが、今日の気分はいかがでしょうか。Well, I feel amazing. I feel amazing to have the team win every day, and happy to be here today. もちろん最高です。今日もまたチームの助けになることができて、ここに立つことができて、続けていきたいと思います。3回のあの場面ですけれども、2アウト満塁、4番として打席に向かいました。どんな気持ちで打席に入ったんでしょうか。I was trying to go for a good pitch, and hopefully he told me the pitch that I was looking for, and I can make a good swing and make a good contact and hit the home run。ピッチャーがなんとか失投してくれないかなと願いながら助けに立ったんですけども、ちょうどいいところに球が来てくれて、しっかりと打ち返すことができました。打球は入った瞬間、ご自身大きな声を上げました。どんなお気持ちでした。とても興奮して叫んでしまいました。常に100% で挑んでいくので、その結果だと思います。そしてベンチに戻ってきたら、パフォーマンスもまた見せてくれました。もう一度ここでやっていただくことは可能でしょうか。もう場内の皆さんからはレオコールです。レオという愛称もだいぶ皆さん浸透してきました。この辺りはいかがでしょうか。They usually call me like that, and the fans, they give me all the love. I'm so happy for that. 家に帰っても、みんなリオと呼んでくれますし、家族もみんな自分のことをリオと呼んでくれますので、今こうやって皆さん、ファンの皆さんが呼んでくれることでも本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日もレオコールがお邪魔していますが、今日もたくさんのお客さんが入りました京セラドーム。これで40試合目、球団最速で100万人突破ということになりました。お客さんの観戦には、レオさんいかがでしょうか。Thank you for coming. Thank you for supporting the team. We are doing the best every single day. And thank you for help us to win. And thank you for coming.また今日も球場に駆けつけてくださいましてありがとうございました。僕たちも毎日一生懸命、やってますので、また球場に、来ていただいて応援よろしくお願いします。さあ、2位ロッテとの直接対決に今日は勝って3連勝、明日明後日もロッテとの対戦が続きます。最後にファンに力強い一言をお願いいたします。Chiba is a good team, but it's a 27-0 game. We're going to play hard 100% and hopefully we stay in the first place all year long. Chiba, Lotte, is a very strong team. We'll play tomorrow 27-0 to the end of the game. I'll play hard until the end of the game. Please, please. Thank you. タオルを届けて今日の勝利の喜びを全員で分かっちゃいましょう。さあ、いつもの言葉で全員でいきますよ。
皆さん、タオルは準備できていますか？それでは行きましょう。明日の勝利へ、ウィーカー。